はい、どうもこんにちは、ベルフリです。今日はベルファイア納車されてから3年と4ヶ月ほどが、ね、経過しました。ちょっと中途半端ですけどね。ただあと1ヶ月もしないうちにお別れになるので、ね、今のうち取れるだけ取っとこうという考えでちょっとねやろうかなと思ったんですけれども、まあ、私のベルファイア購入してからね、そう3年4ヶ月、まあ、リアルなね現状をねお伝えしてみようかなと今回の動画で思います。まずねグレードの方なんですが、皆さんご存知の通り 2.5 の Z グレードですね。で色はブラックなんですけれども、これボンネットをご覧ください。1週間前に洗車したんですけど、ちょっとね雨が降っただけでもうこんな感じですよ。うちの場合はあの屋根のない駐車場なので本当ね雨ざらしなんですけれども、こんな感じになってしまいます。横の方も、ご覧ください。もうこんな感じですよね。本当汚くなってしまう。まあ、黒をね買った場合はね必ずあのこうなってしまうのでね、まあ、これがちょっと嫌だなっていう方はねパールホワイトにした方がいいかもしれませんね。本当黒はね汚れが目立ちます。202ブラックですけどね、でも私はね黒がね非常に気に入ってます。そして購入してから何かいじったところはあるのかというとね、ほとんどというかまずいじってないですね。ドノーマルで乗ってきました。タイヤホイールをね変えたわけでもなく、そのエアロを組んだわけでもなく、なんかねそのカスタマイズをしたわけでもなく、ね、本当にノーマルのままでね乗ってきましたね。まあいろいろとねお金がかかります、いじると。まあそんなんでね、まあ、できなかったっていうのもあるんですけどね。ただあのベルファイア 2.5 の Z なんですけれども、普通に乗ってても全然ね差し支えはないです。見た目も私はね気に入ってますね。まあ、この辺デザインはね賛否あると思うんですけれどもね、私はこのデザイン非常に気に入っています。現在の走行距離なんですけれども、これ少ない方だと思います。21,343キロですね。まだ22,000いってない感じですね。この前に乗っていた80のボクシーなんですけれども、そちら2年半で21,000キロぐらいでしたね。まあ、それに比べるともうね3年とちょっと経過して同じぐらいってことになるので、やっぱりあのこの3年間例のねウイルス騒ぎで遠出しなかったっていうのがね結構大きく影響してる感じがしますね。年式の方はこれ2019年式なんですけれども、こちら後期型はね全車標準で、レーダークルーズがついてます。このエンブレムのところからもねなんかレーダーが出てるっぽいんですけどもね。まあ、そんなわけで、まあ、今ね割と珍しくもなくなったんですけど、あの自動で運転してくれる高速道路なんかでは、ね、非常にあの便利な機能がついてるんですけれども、まあ、私もね一度この車で都内の方ね行きたいなと思ってたんですけれども、結局一度も行かずにね終わってしまいそうです。まあ、関越道からそうあの外環道にねこの車で入ったってことが一度もないですね。多分埼玉県付近でどっかで折り返しているようなそんな感じですね。あとはそう使った高速といえば上信越、あと北陸道、北関東自動車道ですかね。一度も首都高を乗り入れずに、ね、終わりそうです。ちょっと残念ですね。うちは3人家族なんですけれども、3人家族でねこの車必要なのかっていうふうに、まあ、思われるかもしれないんですが、まあ、あればあったでね便利ですね。特に遠く遊びに行くときに荷物をねどんどん積み込んですぐね出かけることができる。これがそうジムニーだった時はちょっと厳しかったですね。一度実家帰るんで羽田まで行ったことがあるんですけれども、本当ねギリギリでした。あのスーツケース3つぐらい積むと、まあ、この車だとねそんな3つや4つ全然平気ですからね。プラス自転車乗っけても行けるぞって感じなので、まあ、3人にしてみれば確かにね広すぎるのかもしれないんですけど、まあ、贅沢な考えかもしれませんが、ゆったり乗れてね本当にいいと思います。あと装備面に関してもやっぱりねその SC とか ZG エディションに比べれば多少ね見劣りする部分もあるんですけれども、ただねボディの骨格とかエンジンはね全く一緒なものですからね。まあ、あの使っていてねもともと乗っていたのがその80のボクシーだったので、一気にねグレードアップした感はねその時ありましたね。ただやっぱ3年も乗ってくるとねそれにまあ慣れてしまうというか当たり前になってしまうんですよね。まあ、時期に来るあの SC がどういう感覚になるかな、全くまあ一緒かなっていうふうに思うか、またはねあれやっぱり値段分違うなと思うかはね、まあ、これからちょっとね感じるところなんですけれどもね、まあ、そういった楽しみも
ありますね。あとこれはちょっとね、年のせいかもしれないんですけど、最近ちょっとね、でかい車では取り回しがっていう風に感じるところもねあります。まあ、なぜかというと軽自動車のジムニーでね出かけることが多いんですよね。まあ、最近ちょっと私と妻での流行りがちょっとあるんですけれども、食べ歩きというかね、美味しい店というか初めて行く店を見つけて行こうっていう時はね、この車ではね行くことが少ないです。特にラーメン屋なんかは狭い駐車場がね多いんですよね、小さなお店だと。まあ、そんなんでね、これで行ったら絶対止められなかったろうみたいなね、そんな駐車場もあるので、まあそういうね、街乗りというかちょっとそうわからんところに行くときはね、割とジムニーを使うんですけれどもね。まあ、そんなんでちょっとね、でかい車をだんだんちょっと扱えなくなってきてるのかなっていう気はしますね。まあ、そうは言ってもこの車のね、なんて言うんでしょう、存在というのは必要不可欠なんですよね、うちにとっては。まあ、一昨年前なんですけれども、ちょっとねフロントをやってしまって1ヶ月ほど入院してた時があったんですけど、まあ、この車じゃない別な車がね、台車でうちにあった時はなぜかね、ものすごいテンションが下がるという、まあ、そんな思いをしましたね。やっぱこの車がうちにいないとダメなのかなって、そういうなんかちょっとした不思議な感覚ですね。まあ、でかい車が取り回せないと言いつつも、やっぱいてもらわなきゃ困るみたいなね、そんな重要な存在になってますね。なかなかちょっと一度ねこういうのに乗ってしまうと、ちょっとグレードダウンするのがねだんだん難しくなってくるのかなっていうふうに思ったりもしてます。まあ、いつかはね小さな車に変えていかなきゃならないんですけれどもね。まあ、次に来るアルファード、そして新型の40、まあ、その辺がもしかしたらね最後かもしれないんですけれどもね。ただこういうねでかいミニバンの存在意義はね、うちにとっては非常に大きいところがありますね。3年ちょっとの期間で売却になりますけど、まあ、歴代の車からすると2番目ですね。一番早かったのは80のボクシーですね。2年半で売却でした。まあ、今回ね、まあ、車検を1回通してから、本来は今年ですね、今年の8月ぐらいまで乗る予定だったんですけれどもね、アルファードがね追加で注文できるということになったのでね、まあ、抽選でしたけど、まあ、当選したのでね、一旦そちらに乗り換えるという形になりましたね。ただちょっとね、やっぱ名残惜しいです。まあ、今までね乗ってきた車みんな名残惜しいんですけれども、特にねこの車買うには結構ね苦労しましたからね。まあ、ベースとかっていう風に言われますけど、やっぱり一ねサラリーマンの給料で買える、なかなかね買えない車だとは思うんですよね。まあ、ミニバン転がしてきてやっと乗れたなっていう感じなんですけれどもね。まあ、走行距離の方は2万1000ちょっとということでね、少ないんですけれども、共に過ごした時間は非常に長いと思います。こうやって撮影している時もありますし、あとグッズ作るんでね、中で採寸とかいろいろ試したりとか、結構ねガチャガチャやってる時もあったので、共に過ごした時間はね非常に長かったと思います。いつかはベルファイア、まあ、そんなね私にとっては高嶺の花的な存在の車なんですけれども、まあ、こうやってね、まあ、眺めててもよし、そしてハンドルを握って実際に運転すればなおよしですね。そしてただ持ってるだけでもなんか満足感のある、まあ、そういったね車なんですけれどもね。あとやはりその YouTube、まあ、3年ちょっとね、続けてこられたんですけど、やっぱりこの車あってだと私は思いますね。もともとボクシーから始めたんですけれどもね、まあ、ベルファイアになってから一気に伸びたっていうのはまあ間違いないと思います。まあ、それだけね関心のある車なんじゃないでしょうかね。まあ、おかげさまでね、たくさんの方にチャンネル登録していただきました。本当にねありがとうございます。まあ、車の方はね今後アルファードの方に変わりますけれどもね、今までと変わらない感じで動画の方アップしていきますのでね、よろしくお願いいたします。では最後までご視聴いただきありがとうございました。ベルプリでした。ではまた次回の動画でお会いしましょう。